就活生による就活のためのラジオ就職活動です。はい、本日20回目です。皆さん最初に謝罪というか、前回の19回 YouTube にアップデートですかしようと思ったらデータが全部飛びました。申し訳ございません。一応国立市の方では放送されてるみたいなんですけども、ちょっとごめんなさい。データが復元もしくは残っバックアップ確かどっかで取ったので、一緒に20回とともにアップデートはしとこうと思います。見つかればです。よろしくお願いします。はい、そうですね、先週は仙台のメンバーが、3人来てくれて、まあ僕の近況をもとに、まあこの時期の就活のあり方等々を話しましたけども、結果的になんか先代が来てもらったんですけど、言われてることあんま変わりませんでしたね。基本この感じらしいです。まあ始まっもう選考始まってますよね。皆さんも何個か、僕も今3つぐらいですかね、選考スタートということで、もう1時2時、まあある企業は2時から入れるんですけど、まあ大変ですね。まあちょっと小話的なのもちょっと入れようかなと。あ、皆さんもうそろそろね、消費税 8% ですよ。まあね、必要な道具、例えばスーツとかワイシャツとか、なんか就活にかかるその他もろもろの経費は3月中に買うことをお勧めします。まあそうですね、結構お金はかかるものなので、まあ今のうちに増税前に皆さん買っときましょう。それでは本編のフリートークの方へ行きたいと思います。はい、本編です。なんかここ数回ザキヤマ一人なんで、まあ、ザキヤマ一人しかいないんですけど、それのおかげで毎回自己紹介忘れちゃうんですけど、改めまして皆さん、仕切り直しじゃないですけど、メイン MC ザキヤマです。そうですね、まあまずは最初ね、選考等々のお話、近況を話して、まあそれについて思ったことをちょっと話していこうかなとは思います。まあまず、まあ共通して一次選考はやっぱグループワークだったりとか、まあ、全体でやる感じの選考多いですね。やっぱまあ一番就活生大学3年生の力量を見るには一番適した方法と言えるんじゃないかなと思います。まあ今日も実際お昼頃ねやってきたんですよ。これ喋っていいのかな、多分大丈夫だと思います。会社名あげなければ。まあ、ある企業の選考教授一次選考会あったんですけど、そこではある6人の人物の共通項を探せと、共通点共通項を探せという課題が出まして、まあ2グループあって、共通してるのはリーダーシップで、リーダーシップから何を思ってその中から導き出される結論、まあは何なのか、他にもまあ共通してることはいっぱいあったんですけど、僕らのグループ、まあ、課題の答えとしてはリーダーシップということだったらしいんですけど、まあそこでふと思いまして、そもそもリーダーシップとは何かについてちょっと話そうかなと思います。皆さんが考えるリーダーシップって何でしょうかね。まあ聞いてもわかん、まあ声が届かないんで、ダイレクトメールにご一報ください。まあ僕が思うリーダーシップはですね、その人々に影響力があるとか、そういったことでは
ないかなと思います。人々に影響を与えるのであれば、まあそれはリーダー上に立つ人じゃなくても影響は与えられます。3番手4番手5番手でもいい影響悪い影響は確実に与えられます。じゃあリーダーシップって何か、まあ何でしょうかね。僕は思うリーダーシップはあれですよ、なんだ、思いついたんですよね。僕が思うリーダーシップっていうのは物事を俯瞰に見れる人なんじゃないかなと思います。まあ人それぞれあると思います。まあかの有名な俺は海賊王になるっていう人は、まあ頭で考える行動手が先に出ちゃうタイプとは思うんですけど、まああれはある意味人々を結束させる、まあハブの中心点みたいな人ですよね。とりあえず理屈じゃなくて行動で示すタイプとは思います。じゃあなんでザキヤンは物事を俯瞰に見るのがリーダーシップ、まあ、イコールみたいな感じで思ってるのかと言いますと、まあリーダーシップって言われてる人って、まあ基本的に一番上に立つ人ですよね。まあ社長の、あの企業の社長だったりとか、まあ団体のリーダー部長等々あるんですけど、まあ何でしょうかね、一番上に立つってことは一番最も裁量権というか選択権、物事の選択権を持ってるわけですよ。それを例えばまあ悪いとは言いません、とりあえずよしやろう行こうみたいなその感じでやられると、僕は、まあ、リーダーとしての素質というかちょっと怖いなという部分があるんですね。リーダーの決定はまあその組織全体の決定なんで、まあどうしてもそれに従うしかないんですよね、下のメンバーは。それを考えたらやっぱ物事を俯瞰に見れる人、冷静に見れる人がリーダーに向いてるんじゃないかなと僕は思います。まあプロジェクトのリーダーが例えば一緒にその課題について熱く語ってしまえば誰が歯止めをかけるなと、そこがナンバー2じゃないかっていう人もいるとは思うんですけど、ナンバー2はどちらかというとさらにそれをつなげてもらう役だと思うんですよ。うまい具合にその状況に適した情報を提供したりとか違う意見を言えるのがナンバー2とは思うんですけど、ナンバー1、一番上に立ってる人はまあ違った意見とまでは いきませんけど、まあ昇級士を挟めるようなタイプの人がいいんじゃないかなと僕は思いました。今日の選考会受けてね、例えば皆さん一次選考始まってグループワークです、グループディスカッションですって言われてめっちゃ喋るやついるじゃないですか。まあ喋るのが悪いとは言いませんけど、まず喋る人がこれを聞いてるのであればちょっと気をつけてね、あくまでも選考ではなくグループで1個の課題をやるんだっていう意識を持ってください。喋れない人いてかわいそうです、それ。まあ僕は今日ね、俯瞰的にというかちょっと冷静に一歩引いた感じで見て、なんだこいつら何言ってんだみたいな感じを思いながらちょっと喋ったりとかねとか思ってたわけですよ、いろいろ。まあ苦労しますよ。で、まあリーダーシップの続きですけど、まあちょっとウィキペディアさんとかね、ちょっと
とね調べてみますか。ちょっと検索中。リーダーシップとは、ウィキペディア、ウィキペディア先生の解説によると、リーダーシップは研究の歴史も古く非常に様々な議論がなされ定義も多岐にわたるが、一例として以下の定義が挙げられる。はい、その定義が、自己の理念や価値観に基づいて魅力ある目標を設定し、またその実現体制を構築し、人々の意欲を高め成長させながら課題や障害を解決する行動、またリーダーシップにおいてリーダーの資質や人格的特徴は古来から関心の焦点になってきたが、リーダーが先天的に持つ資質や才能はリーダーシップの質に影響する。で、ざっくりと一番上にね、ウィキペディアさん書いてありますよね、皆さん。とは、まあ、ざっくり言うと、指導者たる地位または任務、指導権、指導者として資質、能力、力量、統率力。まあ、ぼやけてますね。もう力とか言われたらね、僕嫌いなんですよ。なんか、なんだろう、そんな好きではないです。なぜか僕文系タイプなんで、そこの答えしっかりしないとちょっと気持ち悪い部分がたまに出てくるんですよね。まあこれを元にね話していくと、まあ言ってしまえば、まあ、ルフィみたいなタイプね、あ言っちゃった海賊王をね夢見てるね二十歳の少年は、まあ統率、なんていうんですかね、人々を引きつけるね魅力みたいなものが強いんじゃないですかね。まあ真のリーダーシップって言ったら変なんですけど、本当にリーダーシップ持ってる人って話してるだけで魅了しますよね。その講演会でもセミナーでも、あ、この人すごいって思う瞬間ありませんか。なんか企業の人事の説明会とか、なんか社長出てくるじゃないですか。そういった時にちょっとこの人惹かれるっていう、その人はリーダーシップというか、経験とかいろんな現場を見てきただけあって、やっぱ魅了されますよね。でも企業の社長等々にそういった感情を抱くのはいいんですけど、そこに俺一個共通点見出したんですよ。リーダーシップって先天的なものじゃないなと僕思いまして、なんでかっていうとあれですよ、なんだあれ、なんていうんですかね、今までの経験や、まあ、先天的なものはあるにはあるとは思うんですけど、基本リーダーシップって後天的なもの、今までの経験や培ってきた知識、情報、それがその人のリーダーシップを作っていく。だからまあ言ってしまうと、ある意味これから社会に出ていく、まあ、2014年卒の先輩方、まあそれ以降の僕たち2015年以降、もしくはもう社会人になられている方は、積めば、経験を積めば積むほどリーダーシップをつかめるというか、手に入れることができるんじゃないかなとは僕思います。ただ僕はね、海賊王を目指してるね19歳か20歳のね少年のようにね行動するタイプじゃないので、まあ究極言ってしまうと、僕のリーダーシップはあれ、その一個の課題、物事に関して動くんじゃなくて、違った意見を言えるぐらいの知識、情報量を持った、もしくは話を聞いて思っている人がなれると、組織としてはいいんじゃないかなと思います。まあ納得をさせられるような材料を一発目から持ってきてしまえば、僕がリーダーだったら即決です。ただ即決の中でも
これはどうなの、あれはどうなのっていう疑問点を持ちながらある課題を取り組むこと、まあこれが僕的なリーダーシップの解釈になります。なんでね、グループワークする際にはまあ黙んない程度にね、あの物事を俯瞰的に見ながら、あの軌道修正しつつ発表する際にはいいものができるようにとやってくださいよ皆さん。ちょっとリーダーシップの話ね、引っ張るの難しいですね、ぼやっとしてますから。まあでもやっぱリーダーじゃないですけど、なんですかね、あのまあ日本の、なんだろう、上に立つ人、上に立ってしまった人は別として、上に立つべき、立つべくして立った人は魅力的な、ね、考えを持ってますよね。考えや理論や喋り方だったりとか、まあね、リーダーの資質ね、今ねウキテピアさんで見たら、孫子は地位、心、仁、勇、言の5つを挙げてるし、あのグラウセビッツは知性と情熱を兼ねる高度な精神、危険を試みず自身の行動に責任を負う勇気、不確実な事態における洞察力、洞察に基づく具体的に行動する決断力、大日本帝国に陸軍では高慢の品性、なんていうんだ、視線の温情、見学ないし、卓越した執権、アメリカ海軍、忠誠、肉体的精神的勇気、信頼、宗教的信仰、ユーモアのセンス、謙虚、自信、常識、判断力、健康、エネルギー、楽天主義が挙げられて、ジョン・アディア、誠実さ、熱意、思いやり、冷静さ、厳格に構成、まあみんな似たようなこと言ってますけど、あとリーダーに大事なのって確かにあのアメリカ海軍のところにあるんですけど、あの士官候補生読本ね、ユーモアのセンスね、あと楽天主義ね、これはやっぱアメリカらしいですよね。でも確かにリーダーはこれぐらいないとね、あの僕はどっちかというとね、アメリカ、この中からだとアメリカ海軍ですね。どっちかというと、宗教的信仰は別として、ユーモアのセンスと、楽天主義は大事。例えば、やべ、締め切りっていうか、ここの日までに仕上げないとやばいよね、このプロジェクトみたいの。あるじゃないですか、締め切り。それの時に、まあ、リーダーまで切羽詰まってたら、いいもんできるわけがないですよね。息抜きができるぐらいな感じのね、感じじゃないとダメですよね。で、心理学はね、なんて書いてある、特性アプローチ、一般人と比べて優秀な能力を持ってる人っていう前提に立ったアプローチですね。でもここでも似たようなものですね。まあ心理学だと先人型、民主型、本人型、3種類だって分けられるらしいですよ。で、軍事的なリーダーはまた別として、まあ多分企業はこういうのを求めてんじゃないかな。ウキテミアさんから、ウィキさんね、もうウィキペディアで言っちゃおう。ウィキペディアさんは、なんつうの、サーバントリーダーシップ、リーダーシップはリーダーだけのものではない、いわゆる部下の立場から発揮されるリーダーシップも存在する、まあ、ある組織において管理職ではない担当者が自己の担当業務に関して組織に働きかけ、組織目標に、貢献することなのである。本来組織を目標に導くことは管理職の役目だと思われているが、組織内で理念と目標が共有化できていれば、担当者が能動的に組織を導いていくことが可能となる。ああ、これ大事、皆さんメモっといて、サーバントリーダーシップ、まあ
言ってしまえば一人一人がリーダーですよね、企業においては。その中でも一番優れている人が企業執行役員だったりとか、企業取締代表取締役とかになれるんでしょうね。まあそうっすね。まあここまでざっくりまとめる、リーダーシップのお話をまとめるのであれば、まあ物事を俯瞰に見ることは一番上、代表取締役レベル、執行役員レベルには必要だと思います。でもまあ2015年卒に限らずですけど、サーバントリーダーシップと言われるものはビジネスマンには必要な部分だと僕は思います。だって組織ね、理念と目標共有ができてれば OK って書いてあるからね。しかも能動的にね、組織を見ながら、これね、これ大事だ、ここだ、大事なの。最終的に俺言いたかったのここだ、サーバントリーダーシップ、ここ大事。皆さんメモしました？これウィキでも何でもいいから調べてね、僕が大事にしてることはサーバントリーダーシップですって言っといてください。ここ笑うとこですよ。まあ、これは面白いと思います。リーダーだけじゃないものっていうね、発想が面白いですよね。逆説っていうの、逆から言った感じ、これは目に鱗というか発想がすごいと思います。まあ今後ね、働いていく人はこういったものを持っていこうと思います。はい、いい感じのお時間です。それではエンディングに行きたいと思います。はい、エンディングです。ちょっと今日は就活っぽくなかったですね。なんでザキヤマのリーダーシップ論を聞かなきゃいけないんだっていう方もいたとは思うんですけど、そこは温かい感じで見守ってほしいです。ね、何回もやるとね、ネタつけちゃうんですよ。これぐらいご愛嬌ってことでお願いします。まあでも大事ですよね、リーダーシップ。究極な話、社員100人いる会社が100人ともリーダーシップを備えていれば、サーバントリーダーシップも含め持っていれば、まあ仕事としては効率的な部分があるんじゃないですかね。まあかといって無理にリーダーシップは今持つ必要はないと思います。社会に出れば嫌が多でも身につけられるようなものではないとは思うんですけど、自然とだったり、あとは身につくんじゃないですか、努力していけば。はい、まあ
ントリーダーシップ、ちょっと好きです、この言葉の雰囲気。嫌いじゃない。まあ、リーダーシップ、リーダーシップと皆さん言いますけど、それを突き詰めていけば各企業の独自の解釈があったりとか、あのウィキペディアさんに載ってるようなものの解釈とは違うものと出会えるかもしれませんね。はい、まあ基本の一言の感想をまとめというと、今後ともリーダーシップの皆さんたちも多少、とか必然的に新卒っていうか2年目になったら、あの教えなきゃいけない立場にもなってきますよね。2年目3年目とかになっていけば必然的にリーダーシップを持たなきゃいけないと思います。ではそんな感じで今日はおしまいといたします。第20回就活生による就活のためのラジオ、就職活動でした。皆さんまた来週です。